ボプナフィオルズルはアイスランド北東部にある村及び自治体であり、村は同盟の山がちなフィヨルドの中ほどにある半島に位置する。主な産業は海産物加工業、農業、観光業などである。日本の古い地図などではボスナフェルジュルと表記されていることがある。ボプナルフィオルズルにある教会、ボプナフィオルズルは鮭の遡上する川と豊かな自然で有名である。 鮭の川としては、ホーフスアウト、セールアウがよく知られている。その自然を楽しむために、チャールズ皇太子、ブッシュ前アメリカ大統領、ジャックニ・クラウス、ベルギーのパオラ王オ妃などの有名人が訪れている。ボップナ・フィオルズルは、国道85号線の沿線にあり、平日には、アーグレイリまで航空便が出ている。ボップナ・フィオルズルには、児童数約九十人の小学校、銀行、 病院などの社会インフラがある。最大の会社は、アイスランド最大の漁業会社である HB、グランディであり、冷凍工場と海産物加工場がある。ボプナフィオルズルのワンに、初めて入植したのはバイキングで、それは旧世紀であったとされている。ボプナフィオルズルという名前は常実のように、武器のフィオルドあるいは、武器のワンを意味しており、最初期の入植者であるエビンブルボプに、 イーヴィンター・バプニーの名前に由来する。13世紀に一連の女子史としてアイスランド人の佐賀が編集された。それに含まれるバウプンフィルジンガ・佐賀には10世紀頃にバイキングの資料たちの間に争いがあり多くの死者が出たとある。1264年にアイスランドがノルウェーの一部になり独立を失ってからのボプナフィヨルズルの歴史に関する資料は ほとんど残っていない。近世になってから国外から商人が渡るようになり、17世紀から18世紀には東アイスランドに3つあった貿易港の一つとして機能した。19世紀になってからはデンマークの貿易会社オールムウルフ、オーアムウルフがボブナフィヨルズルを拠点に精力的に事業を展開した。1918年には カウプフェラク・ボプンフィルジンガ、カウフラグ・バプンファースンガという共同組合が設立され、20世紀の間はボプナ・フィオルズルで最大規模の雇用を提供していたが、2004年に倒産している。19世紀の後半には、湾に近い低地部で人口が密集し始め、貧しい農民がボプナ・フィオルズル近くの山間部に強制的に移住させられた。 多くの人々がそういった場所で数十年の間、過酷な生活環境で暮らしていた。ノーベル文学賞受賞者のハルドル・ラクスネスはそこに着想を得て独立の民を執筆し、これが1955年の受賞のきっかけとなった。ボプナフィオルズルでは、道路網、港湾施設、橋梁といった社会基盤は20世紀の初期から整備され始めた。現在では、 十分に整備されている。19世紀後半から20世紀前半にかけてのアイスランドからアメリカへの移民の多くがボプナフィオルズルから出行した。ボプナフィオルズルの住民だった人々の子孫は現在北アメリカに数千人いると考えられている。ボプナフィオルズルはアイスランド島の北東部に位置する。ボプナフィオルズルの一帯には細長い半島、岩肌の海岸、多くの小島、 入り江、川口、黒い砂浜などがある。氷河期には、ボプナフィオルズルは、氷河で覆われており、山間部が大きく削られた。氷河期が終わった後、氷河が消失したことで荷重がなくなり、地表が隆起して、現在の現在の地形が形成されたと考えられている。ボプナフィオルズルに流れ込む川のうち、最も大きなものはホーフスアウであり、この川はアイスランドでも、酒量で、 最もよく知られている。湾のすぐ脇には高さ1077メートルのクロスサビークがそびえている。ボップナフィオルズル村は湾の中ほどにある細長い半島上にある。周囲にはホーフスアウルダールル及びベストルアウルダールルの二つの谷及び海岸まで農場が広がっている。及び同緯度の他の場所と比べるとボップナフィオルズルは北、大西洋に面している割には暖かい。 冬でも気温が低く、摂氏10度を下回ることは、ほとんどない。これは、メキシコ湾流の影響である。夏季は、おおよそ涼しく、時々摂氏20度まで上がる程度である。ボブナフィアルザルフレップル・ボブナフィオルズル一帯は、ボブナフィアルザルフレップルという自治体を構成している。自治体には、議会が設置されており、議員は7名、その任期は4年であり、 ボプナフィオルズル住民による直接選挙で選出される。ボプナフィオルズルに住民登録をしている18歳以上の成人に選挙権がある。2010年に選挙が行われている。2011年1月1日現在、ボプナフィオルズルの人口は668人である。うち529人が村内に 139人が、損害の住人が非常に少ない区域に住んでいる。男性350人、女性318人であり、未成年は146人である。2010年では、総人口683のうち666人が、アイスランドの国籍を持っていた。他の17人は、外国籍で、アイスランドとの二重国籍の者はいなかった。17人の内訳は、 デンマーク4、フィンランド1、ドイツ3、ラトビア1、メキシコ1、オランダ1、スイス1、タイ3、イギリス1、アメリカ1であった。1901年にはボプナフィオルズルの人口は987だったが、1950年には677に、1990年には908に、2000年には789にと増減している。 ボプナフィオルズルにはエーンヘルジというスポーツクラブがある。また、最も盛んなのはサッカーである。アイスランドの国章、ボプナフィオルズルのドラゴンが右上部に置かれている。13世紀に編纂されたヘームスクリングラにはアイスランドを侵略戦とするデンマーク王の命令を受けてアイスランドに偵察に向かった魔法使いの話がある。その魔法使いがボプナフィヨルズルにたどり着いたとき、 ワンを守る巨大な竜に遭遇した。竜はワンに近づくものを理解しており、多くのトカゲやヘビがその竜に従っていた。この竜はアイスランドの4体の偉大なランドベーキルの一体であった。この伝説からボブナフィオルズルの象徴として竜が現在に至るまで用いられ、アイスランドの国章にも描かれている。ありがとうございます。